はい、皆さんこんばんは。さて、やっていきましょう。アークラグナルク日常の一コマ。まずは鉱石採掘かな。なんか知んないんだけど、設置してたトラップの中にトリケラトプスとなんかパラサウロロフスが紛れ込んじゃったんだよね。しかも両方ともなんかレベル高いっていうね、140レベルと135レベルっていう、なんか草食恐竜の頂点がいたわ。さて、とりあえずまあ近くの金属鉱石とか黒曜石とかの多分スポーンがもう入ってるはずだから、とりあえずそこだな。とりあえず、いい加減ここのあれ設置しねえと。金属足りないんだよね。いや、金属も金属っていうかあれか、どっちかっていうと水晶足りてないんだよな。ちょっと今ここなんか密集してんだけど、すごい嫌だな。なんでこんな密集してんだ。掴めてね、マジか。あれだな、なんか水晶なんでちょっとこんな近場にないんだろう。もうちょっとあってくれるといいんだけどな。金属鉱石はやたらいっぱいあるんだけど、水晶が近くにで取れるところが結構少ないんだよね。もうちょっと多めに取れるといいんだけど、どっかに書いておこうかな。もうなんか、なんかアンキロサウルスとケツアルコアトルス、そっちに置いといて鉱石採掘用とかでやっちゃおうかな、もう、ね、ここに地味になんかワンスタックだけ湧くっていう、これね。なんでここに1個だけポンと湧くんだ。だって、とりあえずここ取って、よいしょ。あとはそれだ。なんだ？びっくりした。あと地味に火打ち石。いや、火打ち石とかも持ってない。全然取れなかった。びっくりしたよ。こんな当たんねえもんなんかこんなに当たらないんですかね。確かあっち側にまだ黒曜石があったはず。確かまだあるよね。おお、あるね。よし、あとなんか あれだな、あとあれか、クマテイムしないといかんのか。そういえばそろそろあれだね。あ、でもあれか、
え、あれ何だ。あのパラサウロプス何してんだ。しかも140レベルだぞ。これちょっと小突きだ。脱出できる。あ、オッケーオッケー、脱出したね。オッケー、元気でな。キッチン装備は暑いか。足だけ皮っていうね。なんかキッチン装備あるんだよね。支給品とかで手に入れた寄せ集めしか基本着ないから作んないんだよね。よっこいしょ。あとはないかな。よし、いい子だ。よし、いい子だ。鉱石もあるけど、ちょっとあれかな、先に水晶だな。優先すべきは確かまだあの中に水晶 のあれがあったはず。いや、黒曜石も意外とあるな、ここ。そう、よくよく見てみると。あれどこだったかな。水晶取れる場所どこだったっけ。あ、確か洞窟あったんだよな。洞窟って言ってんのかな。いや、洞窟っていうか横穴っていうか、ホラー穴か、なんかホラー穴みたいなのがどっかにあったんだけど、どこだったかな。この近くだったはずだ、この近くだったはずなんだけど。あー、ちょっとやだな、これ。この先あれなんだよね。ティラノサウルスとか結構たまに湧いてたりするからね、ちょっとね。ケツァルコアトルスじゃ勝てねえだろ、さすがに。レベル50とかでも怪しいぞ、ティラノサウルスが。どこかな、どこだったかな。荷物どの道持てねえから、一回帰った方がいいかな。あれ、この辺り登ったとこだったはずだったんだけど、 あそこか、 あの辺りだったかな。あ、あったあった、ここだここだここだ。サーベルタイガーとか湧くんじゃねえぞ。いるか、大丈夫かな。よし、勝てるかな、サーベルタイガーって。そういえばサーベルタイガーぐらいだったら余裕でいけるか。取ってしばらく経ってるから復活して、あれない、あれここ金属鉱石だっけ。あれあった気がしたんだけどな。あれ水晶ないか。じゃあいいや、ここの金属鉱石軒並み全部持ってって、それでいっか。これで足りるかね、足りるかねじゃねえや、重量が足りるかどうか。全然無理だな。動けないことはないか。
とりあえず動けないことはねえか。よし、やった。これあれか、追尾した方がいいか。あー、やっぱりダメだね。結構来ちゃってるね、重さ。オッケーオッケー、よく来た。なかなかないな。あれなんだよな、南部の方がなんかに確かね、結構いっぱい水晶取れる場所あったんだけど、あそこワイワイいるんだよね。どうかな、スピリット連れてきゃなんとかなるか。レベルスピリット200何番で突破したからね。なんか先にポイズンワイマンテイムしたくなってきた。なんか、まあ、レベルは何でもいいや、ちょっと全種揃えたいっていう理由だから、ポイズンワイマンちょっとな、なんか捕まえたくなってきたな。どうしよう。逆にポイズンワイマンの卵ダッシュするところまでを全部日常でノーカットでやってみるっていうのもまあ面白いかもしれない。全部ノーカットっていう。どうせだったら厳選とか やりてえな。めちゃくちゃ大変そうだけど、普通に死ぬからな、グリフォンとか。ちょっとね、ごめんね、ちょっとね、さすがにゴミゴミしすぎてる。これちょっと話そう。グリフォンも名前つけてあげないとな。ずっと一緒にいるのに名前つけてないっていうね。まあなんかグリフォンは本当にななんかダメなんだよね。なんだろう、なんかグリフォンはグリフォンなんだよね、俺の中で。どうしようかな、某アニメのグリフォンのことグリグリちゃんって名前にもしておこうかな、なんか。どこじゃ。これでちょっと OK、 炭はできてるね。まあよし、こんなとこか。岩も必要になってきたかなってとこだね。ちょっと岩も必要か。結構割りかし岩も必要だな。あれ腐ったに振り込むね。マジで。結構
構あるように見えるけれども、これで全く足りていない水晶だよ。やばい、本当。足りてないどころか枯渇しかかってる。枯渇の危機だからね、もう本当に。これで枯渇しかかってるとこ信じらんねえ、本当。あ、最後何個だっけ ?3 個か。とりあえず炭はあれだ、とりあえず炭はあれだけでいくか。そうだ、俺あれを取りに行かなきゃいけないんだ。そうだ、そろそろクニダリアを倒して、で、バイオトキシン手に入れに行かなきゃいけないんだ。忘れてたな。メルビル久しぶりに海出るか。お腹も空いてる頃だしな。よし。久しぶりに海で、あ、やばい、スタックした。久しぶりにメルビルと海出るかな。ちょっとあっち側の鉱石とか全部さらってから、あ、メルビルと一緒にちょっと海行こう。いや、なんか久しぶりだな。なんかメルビル全然最近、あれ、メルビルっていうか最近海行ってなかったからね俺。マッシュルームしまってこなきゃ。とりあえずね、名前つけてない子をね、名前をつけたい。ユニコーンはね、ちょっとユニコーンっていう名前でもうちょっと俺は考えちゃってるけど。 OK、 あー、そう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 、だからあとあれだ、あの肉のさ、あれの、あとあれだ、この冷蔵庫もうちょっと増やさないとね、そろそろもうパンパンになってきちゃってるから、体力とりあえず上げてた方がいいか。多分この子戦わないからね、正直ね。あれ、冷蔵庫っていうかね、卵用の冷蔵庫をね、ちょっと外の施設の方に作りたいんだよ ね。 ちょっとね、卵入れっぱなしにしとくと本当に他のものが入らなくなってきた。野菜とか一番あれ重要なのに、これから。あね、冷蔵庫作んなきゃ。そうだ、冷蔵庫先に作ろう。冷蔵庫どうやって作る。違う、電気。ほら、また水晶来た。25個か。まあいい。使おうじゃねえか。あとあれか、粘土少ないね。まあ、粘土使わないか。粘土はあんま使わないか。もうなんか遠方まで取りに行っちゃおうかな。なんか危険だけど、危険極まりないけども取りに行っちゃおうかな。やっぱとりあえず、どうしようかな。卵用のやつってどこにつけようかな。若干悪いけどここでいいかな。いや、だからむしろ外にこういう感じで併設した方がいいか。よし、こんなとこか。こんなとこかって全部ずれたっていう。まあいいや、多少入り込んでもいいや、しょうがない。こんなとこだろう。よっ。OK、稼働してるね。よし。じゃ、卵こっちに全部移す。卵っていうか、あれか、キブルとかも全部こっちか。卵重い。卵重て。卵がクソ重たい。やばい。何が重たい？これケツアルコアトスの卵が一番重たい。
スモサウルスの高レベルもまだテイムしに行ってない。そういえば俺、はい、なんだなんだ、やべ、コントローラーバグった。あった、よし、オッケー。そうこうしてるうち夜になってしまった。ちょっとごめんよ、ずっとユニコーンに持たせっぱなしだったからね、これ。まあ、もたしでもいいんだけどね、別に。別に人参とレモンは多すぎるっていう説あるからね。野菜はどうかな、この間収穫したばっかりだけど。まだある？と？あ、人参できてる。じゃがいも、オッケー。いもで、メジョベギー、メジョベギーはまあいいか。メジョベギーは 今んとこいらねえわ。あともう一つ、これ、トウモロコシ、そう、モロコシ重要。オッケー。あ、そういえば、あのフンコロガシ君、1匹増えてます。すげえ声したな。あ、しまった、腐らない方にスタックさせりゃよかった。失敗したな。まあいいや。で、あとこのメジョベリーはあれだな、ドードーたちの餌箱だから、よいしょっと。まあ餌箱っつったって大量に入ってんだけど。よし、オッケー。あ、そうだ、カワウソをテイムしに行かないと。俺の油断のせいで、なんてかわいそうなこと。なんか毎回毎回さ、あれだよね、なんだろう、あ、空飛ぶ恐竜とかでさ行っているわけじゃん。グリフォンとかアルゲンタビスとか。たまにはさ、陸路から行きたいっていうのもあるんだよね、正直。まあラグナルクは起伏が激しすぎるから若干危険なんだけどね。ほら、ユニコーンとかさ、せっかく手に入れたんだったらさ、やっぱ走らせていきたいよね。しかもあれ、なんとエクスのいいサドル手に入れたから、ユニコーン早速防御力上がってるからね。なんかユニコーンとかで駆け抜けたいっていうのもあるんだよな。でもまあそれはあれかな、準備とか落ち着いてからの方がいいか。あそこテリジノサウルス湧くからな。まあ、テリジノサウルスなんかに襲われた日にはたまったもんじゃねえよ、そんな。なんかパソコンが変な音出し始めたけど大丈夫？なんかあった？あれ、この後に金属鉱石なかったっけ？あれ、おかしいな。いや、ある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 はず、あったはず。え、ちょっと待って、あ、あったあった、あそこだ。そういえばこの間テイムし、あれ結構最初の頃にテイムしようって思ってたあのティラノサウルスどこ行っちゃったんだろう、ほんと。まあ、なんかアークにはスポンジの限界みたいな、限界時間みたいなのがあるから、多分それが切れただろうと思うんだけど。よし、オッケー。たまにテラバード降りてくかな、ここから。なんか危ね、危なっかしいと思いながら。ガリミムスか。あ、待って、ティラノサウルスおるやん。レベル140レベル、うわ、色が怖いな。え、待って、これこの間あったやつか。なんか仁王立ちしてるけど、なんか目おかしくね、バグってない、大丈夫。色がすごいな、なんかなんだろう、焼き芋みたいな色してんな。なんか焼き芋と焼き芋色の肌に下っ腹っていう、なんか面白い色してるね。待った、あれか、あれか、背中が結構白いな。なんかどっちかっていうとあれだな、おしるこみてえだな。
なんか白いお餅に、なんだっけ、あれ小豆、なんか小豆のなんかなんだろう、あんこ、あれ何、あんこ溶かしてんの、あれおしるこって何溶かしてんだ、あれ小豆そのまま溶かしてんのか、それともあんこにしてそれを そのまま溶かしてんのか、どうやって作ってんだろう、あれ。まあそれはいいや。てか金属鉱石あったろ、ここら辺の岩の肌に。あれ取ったんだっけ、なくなっちゃってるな。まあ いやあそこ取るか。まあどの道あったとしても、あんなとこにティラノサウルスに座られちゃ絶対いけねえしな。どうすかな、テイムするか、あの140レベル。ぶっちゃけしてもいい、正直。まあティラノサウルスはもういらないっちゃいらないんだけど、メスのティラノサウルスは何匹でも困んねえからな。卵を産んでキブル大量に作れるから。あーちち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 、あかん、石が取れすぎてる逆に。あんなとこに居座られてた、それで邪魔だしな。やるか、ちょっと時間つく、時間とあれか、とか罠とか作んなきゃちょっと話になんないけど。おお、メガロドンが水面から飛び出してきておるぞ。あれ何、あ消えた、あ消えてないな。え待って、え死んでんじゃん、あれ何があった、あれあそこの中あるし、何、ええ何、イクチオサウルスが死んでんだけど、何何何何何、ちょっと待って、何、海で、海の中で何が起きてんの、何あの、えあの入り江の中で何が起きた、ちょっと覗き行こうぜ。えなんかあの変なやつ出てきたんじゃない、えまさかこんな入り江のところにあれでしょ、あのさすがに、えあ何、メガルドンを襲うやつなんかいたっけ、海の中で。そもそもイクチオサウルスですら襲われねえぞ確か、野生だったら。え、なんで死んでんのあれ、本当。何に殺された、え浅瀬に乗り上げたとかそういうオチ。でもあそこにメガルドンいるぐらいだけど、えちょっと待って、なんで死んだ、あんま海の上飛ぶの嫌いな、怖いんだよね、そんな好きじゃないんだよね、海の上飛んだりするの。なマジでなんで死んだお前、えあれ石油でしょ、だってあの黒く出てるやつ、お前なんで死んだ、何に殺された、本当に怖いんだけど。何この水の中に毒でも流し込まれたか、あ、そうだそうだ、せっかくこっち側回ってきたんだからこっち側の鉱石も回収しようぜ。俺回収したのかこれ、なんかさっきからさ本来あるべき場所にないんだけど鉱石が。あ、あるわ、気のせいだった。でもなんかもうちょっと純金のやつとかあった気がしたんだけど、あれなっか、ん？さーてと、ちょっと荷物捨てさせないとさすがにもう持てねえな。オッケー、ちょっと捨てさせすぎたか、まだ持てるね、よし。どっかいないかな、
これ脱いでても暑いの。どんだけ暑いのよここ。なんか目星も目星鉱石ないね。でもあそこに赤クレート出てんじゃん。ちょっと急ごうか。間に合わなくてもいいけどね別に。赤クレート最近そんなにいいもん出ないイメージ。なんかホーミングミサイルとかロケットランチャーの弾とか出てくれりゃそれは嬉しいけど、あとあれだね、毛皮装備のいいやつとか出てほしいな。出んのかな。でも赤クレートから出るっていう風にはなんか聞いたんだけどな。赤クレートとかそういうのから出るはずっていうのは聞いたんだけど、なんだろう、洞窟の中にある赤クレートかな。洞窟の中のクレートはもっといいもんいっぱい入ってるから。よし、あ、危ない、あと20しかなかった。でもどうしようもない、どうしようもない、どっちもいらないわ。もう持ってる両方とも。ちょっと上の方確認しに行くか、もう一回。
まあとりあえずは今日はこんなとこかな。もうだいぶ集まったかなと思うんだけれども、意外と集まんないんだよなこれが本当に。よし、じゃああとはこの石とかは全部あっちに移してって感じかな。よし、じゃあ今日はここまでってことで、お疲れ様でした。